お大生ママとフリーターママの笑顔そっチャンネル。みんなワクワク生きてますか？ということで、うん、皆さんワクワク生きてますか？ワクワクしてますか？はい、そうよね、私たちワクワクしてますけれども、ワクワク生きてますか、うん、っていうことでね。で、私たちまあ皆さんワクワクできるように好きなことを通じて、それぞれね、他にも活動してたりするんですよね。そうよね。とにかく、うん、まあ根本はママが笑顔でね、子育て、それ子供たちのためにね、うんうんうん、子供たちが笑顔な世界を作りたい。そのためにはやっぱりお母さんが笑顔でね、子育てしないとっていう私たちの実体験から、でお母さんが笑顔するようにっていうことで、はい、このチャンネルは始まってるわけなんですけども、このね、はい、YouTube チャンネルだけでなくってね、あの地道な活動というかワクワクできるような種をね、まあいろいろ仕掛けております。最近また新しいこと始めようっていうね、お互いまあ同時期に、はい、ね、企てましたよね。はいはい、はいはい、どうぞ。ともちゃんはどんなワクワクするさ、うん、ママを応援してくれる活動を始めるのかな。私はね、まあこれはママに限らずなんだけれども、うんうん、あの私歌うことが大好きなんですよ、うんうん、で、うん、昔からね、昔から好き。もうそれはね、ピンクレディの時代から始まってね、小学校、うん、ずっと歌ったりね、はい、聞いたりね、ずっとずっと、ね、頭振ったりね、はい、そう、頭振ったりね、はい、はい、でその歌がね好きで、うん、でその英語もやっぱりね好き、うん、でその歌と英語をね掛け合わせて、うん、そういう歌と英語が好きな方をお手伝いしようということでね、うん、あのカラオケとかよく行くんですけれども、バンドでも歌ったりしてね、うん、ものすごく歌がね上手い方の歌を聞いていて、うん、でそういう方が英語で歌ったりするときに、うん、ちょっと、ね、おかしいときあんのよ、ぶっちゃけ。あー、なるほど、あれっていうね、そう、うん、でそのあの発音さえねかよかったらすごい歌が生きてくるのにとか。あ、なるほどなるほど。あとはカラオケ行ったら、いや私もそんな風に、あの私が英語で歌ったりするとね、私もねあの曲歌いたいんですとか、あの曲歌いたいんですっていうようなお話をよく聞くから、じゃ あ私のねふつふつと思ってること、あそこの発音もうちょっとこうしたらって思ってるところをお伝えしようと思って、なかなかそんなカラオケの場で言いにくいやん、聞かれてもないのに、あの発音、ちょっとね、どうですか、どうですか、なんて。気分よく歌ってはんのにな。そうよ。うん。うん、聞かれたところで真面目にね、あの、答えてもおかしいから、うん。いや、すごい良かったですよ、言うて言いますけど、うん、本当にでも、ね、真面目に発音を強制したい。英語のかっこいい英語の発音で、うん、ね、この渾身の曲を歌いたいっていう。うん、英語とか別に分からんでいいから、喋れんでいいから、うん、英語の、ね、かっこいい発音で歌いたいっていう人 を、うん、をサポートするかっこいい英語の発音で歌う洋楽講座っていうのをね、うん、始めます、うん、まあこれはね、はい、面白いね、うん、歌いたい歌をね、うん、全体曲もありやけど、全体で、まあ、みんな歌いやすいような曲を一緒に歌って、うん、でその後自分の歌いたい渾身の一曲を持ってきてもらって、うん、実際歌ってもらって、うん、で私がこここうされたらどうですかっていうことを、うん、でその場で歌い直してもらって、うん、ビフォーアフターをね体験していただくっていう講座をやります。まあそれはね楽しいね、はい、大阪ね、うん、大阪だね、大阪でね、あの、うん、YouTube でも、うん、あの、うん、これこのようにこの曲を歌います、ここをポイントで、うん、YouTube でも発信していこうと思ってるし、 Zoom、うんうんうん、もオンラインでね、うん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 、あのできる講座なので Zoom 講座も、うん、始めるので、うん、うん、世界中から受けていただきます。うん、うん、うん、じゃあそれはね、ぜひかっこよくね英語でお歌を歌いたい方っていうのはね、ぜひぜひともちゃんのね講座、うん、なかなかそうやってくれる人いないから面白いんじゃない？そうやね、あのね割とね、うん、ないのよ。私も検索してみたんだけど、うんうんうん、ないのよね。あの歌のレッスンで発音も直しますっていう講座は割とあるの。うんうんうん、ボイストレーニングでね、うん、ボイトレでね、そう、うん、歌、あくまで歌の指導、うん、そうだね、やっぱり歌唱だもんね、そう、うんうん、私は歌の指導はしません、発音の強制のみ、うん、
発音指導のみ、うんうん、というのがねあんまりない。 YouTube でもそういうのを発信してる人はいない、うんうん、洋楽を使って英語を学ぼうっていうのはいっぱいあるけどね。うん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 。英語は学べません。ね、学びません。うん、うん、なるほどね。発音を学べるのね。発音のみ。でいかにこうかっこよく歌うかっていうことなので、なるほどね。意味はもう全然わからなくていいです。うん、ただここを強く歌ってくださいとか言うだけ。いやそれは面白い切り口やね。うん。うん。ぜひ興味がある人は。私どうよ、うん、興味ある人ね。私はね。うん。そうそう、興味ある人で。はい、で、私も、私たち英語の先生だからさ、もともと。うん。で、私もね、いろいろ教えに行ってるけども、うん、でやっぱりね、こう、英会話っていうのって、どれぐらいできるかっていうのは測りにくいのよ。うん、だから、いくら英会話スクール行っても、できるようになった気がしないっていうのは、もうそれってなんか、なんちゅうの？英検とかトーイックみたいに、こう9があったりとかさ、点があったりしないじゃない、英会話って。まあ、そして、トイックの点取ったところで、喋れない人多いからね。うんうん、そうそう。そう、だからね、まあ、ちょっとスピーキングと、リスニングに特化した面白い英語応対能力検定っていうね、うん、検定がね、あるから、皆さんにそれね、受けて、まあ、ABCD 判定してくれるから、ちょっと自分が、どれぐらいできるのか目標になるし、簡単なオリンピックとか万博に向けた、ボランティア会話だ、英会話だったりするから、うん、まあ、皆さんよかったらね、私と一緒に。というか、私受けてるので、まあ、サポートできるから、うん、顧問とかで、まあ、もちろん、それ、検定だけじゃなくて、話す練習のバーとかね、うん、コツなんかをお伝えしようかなっていう。それはいいわ。検定も取れるし、うん、で、簡単な会話もできるようになって、そうそうそう、いや、目的はそれよ。人を助けられるっていう素晴らしい。そうそう、そうそう、そうそう、っていうのをね、ズームとかオンラインでね、やろうかなというね、ぼちぼちとね、思ってるので、リンクの方にね、2人とも、ね、そのサイトを載せとくので、よかったら検索してみてくださいって言って。そうね、まあ、これで。ママがワクワク。うん。うん、ワクワクする、なんかワクワクするっていうことを感じられる人はぜひ。うん。ね、うん、歌が好きな人とか、英語でかっこよく歌ってみたい人とか、あとは、ちょっと英会話やりたかったのよね、っていう初心者さんとか、うん、そういう方たちがね、うん、ぴったりの講座になってるので、やっぱり、ま、困ってる外国の人を助けてあげて、うん、ありがとう、うん、Thank you って言われたら嬉しいし、うんうんあと、うんうんうん、ゆくゆくやっぱり、一回ぐらいは家族で海外旅行も行こうかなって思ってる人も多いんじゃないかな。そんな時にちょっと喋れるといいよね。っていうね。まあ、ママもオンラインだと、夜だとかね、土日だとか、そういう好きな時間に、まあ、受講していただけたりとか、うん、それが気分転換になって、ママのその歌ったりとか、英語話して楽しさの中で、ハッピーができれば、うん、またね、気分転換、家族にもね、ちょっと優しく楽しく接しられたらなっていう、うん、まあ、その一つのアイテムとして、英語とか歌とかも、確かにね、気分転換になるよっていうね。なるほど。それが、興味ある人はね、うん、興味ある人は、ね。私ね、あと、オンラインで、着物サロンもやってて、うんうん、ね、私着物大好きなのよ。うん、知ってる知ってる。はい。うん。で、そもそもね、嫁入りの時に母が作ってくれた着物を14年間ずっと眠らせてて、そういう人多いと思うのよ。うん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 。でもこのね着物をゴミにしたくないっていうことで始めたのが着付け。うんうんうん、で、7年前かな着付け覚えて、うん、もうハマっちゃってね。うん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 、今ね、今年目標、週1回着物を着るっていうのは目標だけど、今のところはクリアできてる。うんうんうん、で、あと、持ってる着物とか、お母さん、うんうん、おばあちゃんの着物がある、うんうん、けど着れないっていう人、うんうん、もしいらっしゃったらね、それもズームでやってんのよ。うんうんうん、私、プロの着付け師じゃないからね、本当に普段に簡単に着るっていうだけの感じの手順しかお伝えはできないけど、そうなんで、よかったら着付け習いたい、うん、ズームでやってます。うん、いいね。そういうママたちもいるかもしれない。じゃあ着てみようっていうね、そういう方ぜひぜひね、うん、ね、あそこの概要欄のところにねリンク載せておくのでチェックしてみてください、はい、オンラインで私たちに直接会えますとにかくね、もう好きなことしましょう。やりたいことはね、私たちはたまたま着物とか英語とか歌とかだけども、他、うん、スポーツなり何でもいいよ。うん、うん、好きなことしよう。
あの、うん、ちょっとずつやけどね、ちょっとずつ、ここ無理しないことがポイント。少しずつね、うんうん、なので私たちの、ね、講座というかもあるので、よかったら気が向いたらいつでもお待ちしております、うん、というワクワク、私たちのワクワク、はい、私たちのワクワクの、はい、シェアでございました、はい、で今回はね講座紹介でしたけれども、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。 See you next time.